い、ここがね、パレンケの駐車場ですね。これが私の車です。はい、お米屋さんがあって、でこちらの方が、パレンケのねメインのコーナーになりますね。はい、こちらのお店はね、カカニンといって、フィリピンのねおやつみたいなものを売ってる店ですね。そしてこの先は野菜になります。はい、こっからね、こっち側がだいたい野菜のコーナーになりますね。はい、でこの店が私がいつもね買ってる店なんですね。はい、これからお会計になりますね。買ったのはキャベツ、ネギからのシータ、インゲンのね長いみたいな野菜ですね。そしてキュウリが1本、ペピーノですね。はい、大根が1本、はい、人参が1本、生姜が2かけ、はい、ニンニクが3個、そして玉ねぎですね、渋谷ですね。渋谷ね、結構高いんですよ。そしてオクラですね。はい、カラマンシーですね。これは安いですね。ピラニー244。はい、244ですね。今日のお買い物は以前よりねちょっと高くなりましたね。はい、こちらの方は、はい、はい、ガッパー、はい、はい、ガッパー、はい、ここはねダバオですからね、当然こういうフルーツがたくさんあるわけですね。はい、このニワトリくんたちも売り物なんですね。ピラナイサー、ピラ280なキロ。で、これはね、1はいくらではなくて、1キロ280ペソだそうです。はい、この辺はね、軽食コーナーですね。みんなね、軽食をおやつで食べてますね。はい、皆さんこんにちは。フィリピン移住者移動研究所のイケスです。今回はですね、我が町コリンを紹介したいと思います。もうコロナ禍になりましてね、フィリピン国内でもいろいろあったんですけれども、ここコリンはこの2年間ね全然変わってないんですよ。で今回はそういう様子をお伝えしたいので、ぜひ最後までご視聴くださいませ。はい、こちら肉のコーナーですね。はい、肉のコーナーです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。日本人ですか？日本人です。そうですか。ガンのカバロも日本行ったくまい。はぁ、中文高ジャパン。福島県です。朝福島県。福島県、ああ、徳永かわいいの。10年前タレントかだって。うさかべいせつらん、ガンのうさかべいせつらん、マヒラプなタレントオーガ、マヒラプなディセンダンスなラン、あーガノ、サヤンノ、サラマサラマット。
はい、これね、フェイスマスクしてと、不要不急のね、外出を避けてくださいって言ってるんですけれども、これね、言ってるだけでね、誰もね、そんなことね、考えてないし、聞いてないんですね。はい、そして細いね、路地を抜けまして、こちらの方がね、鮮魚コーナーになりますね。私はね、大体ね、この店で買うんですね。この人実はですね、私の妻の看護師学校時代のね、同級生なんですね。リバーダイ、カサボツナ、サンサワモン、サバライセンプレ、アヨニョガワス、アヨニョガワス、アコチャ、ラギアコラン、イゴラン、ラギアコラン。はい、うちがね、いつも買うのね、これなんですね。だい、ピラニー、はい、こっちが180で、こっちが200ですね。200、ああ1キロ、ああ、1キロ、マスダコかに、マスダコに、マスダコな、あー、オッケー、あ、な、スモール。お、カバロコ。パリパリとはこう、イサラ。イサ。ああ。ピラニー。シンコ。このビニール袋がですね、1個5ペソというね、ふっかけられております。でもね、まあいいや。はい、もう5ペソ、シンコな。オッケー。はい、オッケー。ドラマ。ドラマ。ドネーションな。ドラマ。ドネーションな。何？何？ドネーション。新コナ、新コナセロフ、新コナセロフィン。ハイクラスなセロフィン。それではね、このパレンケ3棟あるんですけれども、ここを後にして、この突き当たりは右ですね。右に曲がって商店街に行きたいと思います。